お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、ちょっとこちらを見ていただきたいんですけども、e スポーツのね、方から行くと、クララニュースの、はい、スペシャルシーズンの大会方式を公開というものがね、あるんで、まあ見てない方はもちろん見てもらえたらいいんですけど、今年からね、クララリーグイーストとなったわけで、組み合わせとかもですし、こう試合形式がね、発表されましたで、こちらね、BO3 形式の KOH トリプルドラフト 1v1 というね、この3セットに分かれることになりましたってわけで、皆さんがね、こう結構楽しみにしていた方も多いんじゃないかなと思うんですけど、2v2 が、今年はね、まずなくなりましたっていうわけで、まあね、とりあえずシーズン1がそういった形式でやるので、まあシーズン2があった場合にどうなるのかなとか全然わかんないんですけども、とりあえずね、KOH トリプルドラフト 1v1 の順に、なったっていうわけで、もう、つぶつなくなっちゃいましたね。なので、こう、焼きラットとか、結構ね、ラットさん、ライキ、なんで自分で3つけた？ラットライキペアとか、こう、楽しみにしてくれた方々が、まあ、いると思うんですけど、そこはね、ちょっと、ひとまず、お預けかなと言ったところで、ちょっとその 2v2 系の話を一つやっていくんですけど、このラバル、なんか意味わかんないデッキがグラチャレの1番になってて、勝率 80% 超えしてましたね。82、3% だったかな。一番高かった時で 85% ぐらいありましたね。なんでマジ結構、過去1ぐらいで飛び跳ねてたんで、このデッキをまあ今日使っていくんですけど、なんで100回使えば85回ぐらい勝てるっぽいんで、皆さんも使ってみてください。で、つぶつですね。本当に。正直、ちょっとしたかった自分もありますね。まあ、このチームができたときに、ポノスですね。新チームができたときに、まあ、僕と焼き鳥ペア、2年前の、つぶつね、MVP 取らさせていただいたペアが復活っていうのもありましたし、まあ、去年もね、去年、すごい無敗ペアで有名になった、ラットライキペアも僕は非常にね、楽しみでしたし、まあ、あとは普通に新しい新ペアですよね。僕とテンゴッドのペアとか、去年は見られなかったんですけど、もう全然ありだなとも思ってたし、あとは KK ですね。僕 KK ペアとか、めっちゃ弱そうかもしれないけど、まあ、めっちゃ強いかもしれませんしね。そういうところも公式戦で全然ね、まあ、可能性があったっていうのは、マジで、事実なので、そういった面で 2v2 は僕は別に結構嫌いじゃなく好きな方だったんでね、 2v2 やれると正直思っていたので、なんかこう当たり前にできると思っていたのができなくなるっていうのはちょっと辛い部分が若干ありますね。はい、なんか考えれば考えるほどね、この動画撮る前にね、ちょっといろいろこう 2v2 のね、どんな話するかみたいなちょっと思い浮かべてたんですけど、なんかああいうことがあったなとか、つぶつあだなみたいな、こういろいろ考えれば考えるほどね、一人で勝手になんかね、泣きそうになっちゃってましたね。なんか、まあ部活とかしてる人はね、すごい分かってもらえると思うんですけども、こう3年間ね、みんなで一緒に部活とかやってきて、こう最後の最後のね、大会とか終わったら、結局やっぱ泣いちゃうんですよね、結局。なんかね、辛くてというか、なんか当たり前にこう一緒にみんなでやってきたものが、もうなんか、ああ、一緒に試合できないんだってなると、やっぱね、誰でも悲しいもんなんですよね。そうなの。そうなんですよね。なんで、ちょっと、お辛い部分はありますが、まあ、逆にね、トリプルドラフトが、僕らのね、肌にあって、もう逆にトリプルドラフトのラッドだとか言われる時代がね、来るかもしれないですからね、そこはまあポジティブに考えてね、やっていければいいと思うんですけど、トリプルドラフトのラッドはどうなのかな、かっこいいかな全然ありますからね、トリプルドラフトの男みたいな、あそこはトリプルドラフトが超強いからなみたいな、そういうのもねちょっと今後生まれるのかなと思いつつ、まあ、頑張っていきたいですね。つぶつもね、もしかしたらまた、来シーズンとかあれば、復活するかも、全然可能性はね、あると思うので、まあ、そこは、はい、
まあ文句を言うっていうよりかはトリプルドラフトはね今はみんなで頑張りつつかなやっていけたらいいかなと思いますね。はい、というわけでそうだな、話すことは特にねえんすけど、まあ2ビーツの思い出ぐらいいきますか。まあでも僕あれなんですよね、両方焼き鳥とペアを組んで主に試合とライクさんとペアを組んで主に試合があったんですけど、両方ともシーズン1はいい結果を残せたんですけど、両方ともシーズン2はなかなかね勝てなくて苦しんだっていう、まあ、印象がすごいあるんですけど、あーまあ全然これあれか、僕のことを最近見始めてくれた人は何のことってなるかもしれないですけど、去年クラロワリーグポノスとして僕は活動して、その時 2v2 ねライクさんと組んでたんですけど、その前ですね、その一昨年か、はい、なんで今から一昨年のポノスの前は僕ファブゲーミングに所属していて、その時はこう焼き鳥と一緒に 2v2 を組んでこう MVP までもらってっていうことがね、まあ、ありましたっていうのを、まあ、軽く話しておくんですけど、そうですね、なんならね、まあめっちゃ大きな思いだ、よく話してるんですけど、焼き鳥に俺が芝5を芝呪文めちゃくちゃして結構ガチで怒られた話と、まあ、逆にライキさんはなんかライキさんが相手のホグライダーとかをボムタワー置いて釣ろうとしたらボムタワーの位置ミスってホグが釣れなかったんですよ。だからライキさんのミスをあのライキさんが自分でねとっさに雪玉でホグをルート矯正して直したというか、あの自分のミスを自分でカバーするっていう試合があったんですね。なんですけど謎にそれラットのミスをライキさんがカバーしたみたいな風になんか表では言われてて、ちょっといやあれ俺のミスじゃないしみたいなことを思ったことはすごいありますね。はい、まあでもそんなんですね、やっぱまあミスがね 2v2 だと間違いなく起こり得るんすよ。てかミスが一回もないペアなんて多分存在しないんですよね。どんなペアでも試合の、まあ、その試合にミスがないっていうことは多分ね、ちょいちょいあると思うんですけど、こう、ずっとペアを組んでて、一回もミスなく最初から最後まで完璧なペアなんで、まあ、存在しないわけなんですけども、まあ、そんな中で、まあ、そのミスをどれだけうまくカバーできるかと、ミスをどれだけ減らしていけるかがね、2v2 の、まあ強みだなとは思っているんですけども、なんでこうコミュニケーションのね取り方とか非常に大事になってきますね。そうなんで僕は結構喋りますね。僕とライクさんのペアは無限に喋るペアだったんですけど、まあ去年のことか、去年だともうなんか天狗夫とみかんさんはね、本番めっちゃ喋るんですよ、あの二人マジで。これね、ほんと本番アホみたいに喋るのに、練習中マジで喋んないんですよ。で、練習中になんかこううまくいかなくて二人で揉めてんすよ。マジどう思います？あれ。えぐくないですか？で、こう練習中だからもっとここでコミュニケーション取ればそんなミスは生まれないんすよって僕とライキさんがね、言ったらみかんさんとケンツに、ケンツじゃねえよ。みかんさんとテンゴットに説教するんですよ。まあ説教って言い方はあれなんですけど、まあ。もうそこそうしたらいいじゃんとか、もっとこう、こう喋れば今の生まれてないでしょみたいな。話すんすけど、本当に、なんか知らんすけど、全然喋んないんすよ、二人。でも二人でお互い、もう今のはって言ってんすよ。いや、仲良しかってなっちゃうんですけど。で、なぜか知らんけど、本番だと、アホみたいにコミュニケーション多いんすよね。で、うまくいってるっていう。いや、僕はね、ちょっとそれがよくわかんないっすね。じゃあ練習の時から声出して話せば練習中に結果しなくて済むだろうってマジで思うんですけど、いやーあれはね、そう見たことある人なら見たことあると思うんですけど、ほとんどないと思うんですけど、まあ身内ネタにもなっちゃうんですけど、本当に練習中アホみたいにコミュニケーション取らずに喧嘩してるくせに、本番になったらめっちゃ喋ってうまくいってさすが俺らやなとか言ってる謎コンビですからね、あれは。まあそういうのもね、ちょっとね、つぶつって意外と楽しいですよね。こう、自分のペアも楽しいんですけど、他のペアをこう見たりするのも、なんか全然やっぱね、自分たちのペアとは違う部分とかがあったりとか、そのペアならではの、なんかがあるんですよ。なんで、そういうのはすごい面白いんですよね。なんすよねー、まあ、けど、僕はトリプルドラフトの王になりたいと思います。まあ、1v1 ももちろんね、出ますし。ちょっとね、
頑張りたいとは思ってますけど急にありきたりのことを言っていくスタイル。さあ、まあてなわけで皆さんね、今年どんな感じになるんだろう、放送は分かんないですけど、ちょっとねいろいろ大変な時期ではありますがね、リーグ応援してもらえるといいかなと思いますね。はい、もちろん去年よりレベル高くなってるとは思ってるんで、チーム数もねちょっと減って、こう中国と合併していろいろハイレベルになってると思うんで、そこはねちょっと楽しみにしてもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。相手インフィコカッちゃんですね。勝ちたいと思います。そろそろこの試合についてね触れていこうかな。でこれあれなんですよね、 IT ゲーミングされちゃうっすね。これ一回捨てちゃいますね。でこのインフィニットドラゴンにロケット打ってくれたら美味しいと思って打ってくれましたね。さあここチャンスですね。インフェルノタワーとロケッチャン使ったので、ここでバルーンちゃん飛ばして、よいしょ、で相手はインフェルノタワー置けなくて、ロケット打っても、あー待って、うまっ、ちょっと待って、やばい汗、まあ、一回でも落ち着いていきましょう。ワンチャン足前プレゼントが来るとちょっと困りますが、まあそっちならいいか、わあそっちならいいかとか言ったんですけど、ただこの人鬼うまいっすね。まあまあまあ僕は負けませんけどね。でこっちにディガーギャング、ディガーっすね。であのギャングに本当はロケット打ちたいんですけど、ロケット柳目打ちたいんですけど、相手がこのディガーの対応が神早いっていう。これ足前プリン来ますかね、今の回。まあまあまあまだ焦らずいきましょうかね。いやうまいぞ、俺は勝ちたい。あこれ待って、プリンちゃん無能で終わる。ふん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 、さあさあさあプリン処理しつつ、絶対バルーンが通るタイミングがあるんですよね。間違いなくバルーンが通るタイミングがあって、あぶねえ、こうやってロケットうえー回すか、一丁足前プリン警戒して、そっちか、やべ回転が耐える。待って、耐えて。耐えた。OK、耐えた。これだって5コスバルんで、さては相手、ギャング出して、コストない。IT来る。あ、待って、分かってるけど、なんもできん。ちょっと待って。あ、これさては、ウッドロケ圏内なんで、積んじゃいましたね。いや、まあ、そうですね。残念でした。残念でしたね。これはドンマイって感じで、今日はねこんな感じで終わるんですけど、ちょっとつぶつね、まあ、悲しいですが、またいずれあることをねちょっと楽しみにねしていただければいいんじゃないかなと思います。で今日多分ポノスチャンネルで公式の面白い動画が上がるんでね、そちらもぜひ皆さん見てみてください。ではご視聴ありがとうございました。ではまたね。